相手できるよ。師匠どうぞ。サクッと手合わせしてみない？恐れず、ひるまず、遅い。はっ。よーい。いやだ。もう一人前だ。それ。すべては星々よ。開拓者たちに真なる祝福を。お仕置きされたいのか？爪も牙も鈍く迷いはない。すべて刈り尽くす上昇腐敗。大将は定まった。おお、すごい。今こそ真の青龍逆光ミルクティー最高。誘ってないけど誰かな。お疲れ様。サクッと手恐れずひるまずよーい。もう分かった。くらえ。よく見せてくれ。すべて上昇腐敗。大将は定まった。
お注射の時お休み。平気よ、ボコボコにするよ。はいよ。邪魔しに来たの？乗ってる？反抗、平等、霊楽！僕は友情を重んじる。期待しちゃった。お客様を裏切れと。追加料金ですよ。素晴らしいと、さようなら。楽しめるといいのですが。落ち着いて。顔はなしですよ。当てる必要はない。鍵が離れない。おや、敵データ集捕獲マーク起動。愉快な反撃の時間です。誰かな。救助支援開始いたします。おや、よく見せてくれ。すべては星々よ。開拓者たちに真なる祝福を。敵ターゲットを確認。おや、お仕置きされたいのか。もう少し。私は敵データ集捕獲マーク起動。愉快な反撃の時間です。そろそろ終わりに。お前に逃げ場はない。うん、怖くないよ。誰かな。おや、よく見せてくれ。救助みんな無理。全部自信があるみたいだな。それ。おや、敵データ集捕獲マーク起動。愉快な反撃の時間です。さあ存分に味わえ。吸収おや、鍵が離れない。
燃えてきたぜ。Thank you.
輪を持って超解散勝負ザン。
Thank you.
施設弾薬消滅開始に子供はマジで残あげるよ。ザン！どうだって？クモ！ヒール！セカンドギア、転下！どうだって？大地を割る！どうだって？ヨウカ、起爆！
腹すいた。始まるんだっけ。強砲艦は何日も前から空を飛んでるのに、一体いつになったら乗船できるの。これが長命種の日常なのでしょうか。ここまでゆったりしているとは思いませんでした。完了中枢の機体パラメーターが上昇しています。心配すんなって。チケットさえ買っとけば地甲子から乗船のお知らせが来るから。官報によると典礼が始まる前に今日一日目のスケジュールすごい。主催側の森人が4回挑戦を受けるんだって。まだ子供だって聞いたけど本当なのかな。どちらにも書けません。大気圏でモーターボールの試合を見た時に全信用ポイントを失ってしまったので、今回は確率ゲームでお金儲けするのは諦めます。演武典礼。先生、来てくれたんだ。聞いたよ、炭鉱先生と一緒に半岩に会いに行ってそのまま優秀国で事件に巻き込まれたって。知ってる。きっとがっかりさせちゃうだろうな。実はさっき森人を辞退させてほしいって将軍に伝えてきたんだ。僕にとってラフの安全の方が大事だからね。森人としての栄誉を担う前に、まあ観光客たちは面白い剣の試合を見たいだけだから、誰が出場してもそんなに違いはない。本当の勝負は強砲艦の演武台じゃなくてここにある。過去の風霊の今回の脱獄事件の裏には明らかに混乱を引き起こそうとしてる黒幕がいる。そいつらの思…よく言ったわ。椅子と同じくらい背が低いのに、ラフの子供には妖精の戦士にも劣らない志があるようね。身長は関係ないと思いますけど。元凶にお腹いっぱい食べられるところを教えてもらったの。巡守の前は万全の準備をしなくちゃだもの。こんな大変な時でも食欲旺盛だなんて、さすがは天劇将軍。でも早めに済ませてくださいね。それは私が決めることじゃないわ。ここに来たのはあなたの食べっぷりを見るためなんだから。僕の？でも今はゆっくりご飯を食べてる場合じゃありません。変なの。私は食べてよくて、あなたはダメなの？ポリの患者を見てからずっと気を張ってるんでしょ。風霊はお腹が空いてる状態で勝てるような相手じゃないわ。あんまり焦らないで、ご飯を食べながらでいいから冷静になりなさい。でも
風霊は今も行方不明で、昇級さんだって捕まったままじゃないですか。僕たちが時間をかければかけるほど状況が悪い方に進んでいく気がして。運気軍の中で一番せっかちなのは私だってよく昇級に言われるんだけど、彼の忠告っていつも正しいのよね。それなのに私よりあなたの方が焦って、どう檻の忌み者とは長いこと戦ってきたから、奴らの凶悪さも狡猾さもよく知ってる。今回の脱獄事件、連中は明らかに獲物がずる賢いなら、狩人はそれ以上に辛抱強くならないと。弓で敵を射るのと同じように。じゃあその絶好の機会は、ご飯を食べれば来るわ。海炎将軍、天白氏の準備は整いました。天劇新作両将軍を代表して、しばらくの間わしが新作譜とラフ六子は。風霊は逃げ足が速いだけでなく、門まで固く閉ざしたそうだ。だが案ずるな。幸い幽州獄に閉じ込められた二人の七死人は無事だ。よかったって言っていいのか微妙なとこだけど、とりあえず二人が無事だって分かって安心した。ただ妖精の施設のうち一名が行方不明になっている。恐る玉、そう心配する必要はない。今回狼狩りを受け負った秘書の実力はお前さんもよく知っているはずだ。秘書将軍の実力を疑っているわけではありません。私が心配しているのは演武天霊の方です。予定通りに行けば天霊の開始は6時間後、時間になったら強砲艦が運転を開始して観客たちの乗船が始まります。しかし風霊は依然行方不明のまま、今後どうなるか全てが不確定要素に満ちていると言わざるを得ません。美月の言う通りだと思う。幽州獄から逃げ出した囚人はとんでもなく恐ろしいって聞くし、もし万が一のことがあったら。ではウンリ、この状況お前ならどうする？それはもちろん、万全の策だな。しかし理想的な方法であればあるほど実行するのが難しくなるものだ。わしの見立てではその策を受け入れられない者たちが少なくとも2種類存在する。一つは演武天霊のためにやってきた多くの観光客と商人だ。戒厳令を敷くことは今のラフが安全ではないと公言するようなもの。外から来た客人たちはどう感じると思う？当然不安に駆られ混乱に陥ってしまうだろう。もう一つは先週ラフの六市の職員たちだ。演武天霊には計り知れないほどの人員と物資を注ぎ込んでいるからな。突然中止だ、無期延期、まあお前の策に賛同する者もいるだろうが。本当？ああ、監獄破りの首謀者ならもろ手を挙げて賛成するだろう。宴会中に風霊が脱獄、お前さんたちは開成校で堀の患者を発見した。逃亡犯は単なる駒に過ぎん。指し手がその駒を進めたのは人々に疑われ
自ら危機に陥るラフを見たかったからだ。風霊に対する恐怖をあらわにしてしまう戒厳令と演武天霊の延期はまさに相手の思うツボといったところだな。じゃあどうすればいいの？無論捜索は行うべきだ。だがラフはいつも通りでなければならない。少なくともすべていつも通り？でも元凶は将軍たちの手伝いをするって言ってどっか行っちゃったじゃん。主催側の森人が欠席するのにどうやって？そう、それこそがお前さんたちをここに呼んだ理由だ。師匠、海炎将軍は雲里師匠に森人をやってほしいみたいだよ。いやいや、そうではない。まさか海炎将軍、うちに森人をやれって言いたいの？美月さんは賢いな。つまりはそういうことだ。おじいちゃん、美月は慶元将軍が呼んだお客さんだってこと忘れてる？客人をラフの代表として演武天霊に参加させるなんて絶対ダメ。まったく、お前は何も分かっていないな。請求列車の七死人は銀河に名を馳せる存在だ。ラフに二人とも心して聞きなさい。何があっても演武天霊に支障をきたしてはならん。お前さんたちに託したのは演武台上の勝敗と永続だけではない、情報官の安全もだ。玉、二人に次の計画を伝えてくれ。中国の管理が行き届いていなかったせいで将軍の手を煩わせることになってしまう。気にする必要はない。雲起軍は戦場で戦い、幽府は罪人を罰する。泉州において雲起軍と幽府は表裏一体。囚人が脱走した件は把握しているから、今は幽州国の現状について話そう。変装した堀人が幽州国に潜入、その後囚人公佐慶門の当直だった判官のうち工事部の判官節衣が一時戦死。私が彼女の職務を引き継ぎ、金人高官と名佐たちを。では私と後ろの二人で幽谷の深部へ行き手がかりを探そう。将軍様、各階層の状況は未だ把握できていません。雲起の将軍が自ら危機に立ち向かうのは珍しいことではない。風霊は脱獄を遂げ、妖精の施設は堀人にさらわれ生死不明。これは一大事だ。しかし天劇将軍は文句を言うどころか、皇子の憂いを断つため狼狩りに名乗りを上げた。脱獄を手助けした堀人はどこで風霊が囚われていた場所を知ったのか。そして私に言わせれば、その答えを見つけるのは難しいことではない。重要なのは黒幕に関する手がかりにたどり着けるかどうかだ。わかりました。ですが将軍がなさろうとしていることはおそらくとても難しいかと。長い間この黒幕はラフの安全を脅かしてきた。おっしゃる通りです。将軍様のご決断であれば獣王氏は全面的に協力いたします。炭鉱殿、レーサー殿、すまないがこの区域に付き合ってくれ。これも探偵士の責務ですから。それで
将軍はどこから調査を始めるおつもりですか？古族に扮した堀人からだ。それなら、すでに物証を用意させています。報告によると、開成港で正体不明の古族数名を発見。追跡したところ、それは堀人の変装であったことが判明。こちらはそのうちの一人の遺体です。こうして見ると、こいつが古族に変装できるとは到底思えないな。彼の遺体から、端子たちが複雑な薬物成分を検出しました。おそらく、それが堀人を古族に変形させていたのでしょう。端的に言ってしまえば、古族と堀人は同源の種族。今は見た目こそかけ離れていますが、遺伝子の面では一時的に、つまり薬の服用をやめればすぐに正体がバレるということか。ええ、それはつまり薬物の供給者はラフ内部にいることを意味しています。はぁ、薬王秘伝はキリがありませんね。今回も探偵士が渦中に巻き込まれてしまうなんて。彼らが使っていた探砲を整理していた時、肝腎中継炭というものを見つけました。患者の魔音の実を抑え、普段の姿を維持させるための弾薬なのですが、それを堀人の体内から検出された薬物と照合した結果、同じものだったのか。薬性と成分は違いますが、原理は同じです。古来より強靭な肉体を追い求めていた堀人は、古族を弱者とみなしてきた。それが今、戦士を救うためなら古族の姿を借りることも厭わないと。堀の患者が全員この薬物を服用しているとすれば、この線から当たってみた方がいいかもしれません。こちらです。宦官の話だと、区域はまだ奪還できていないようなので、慎重に進みましょう。堀人が服用していた薬物の性質を航路に記録しました。薬の気配を取っていけば変装し、すさまじい力ですね。犯人は一撃で、この力普通の堀人に出せるものではないわ。失礼ですが、その堀人は、私は君より長く生きている分、戦争も多く経験している。堀人は同盟にとって最も手強い敵であり、奴は一人で多くの領軍を束ね、北条の忌み者の大軍を結集させ、700年ほど前、恩師と共に忌み者の討伐に出征した時、朗読による恐怖を抑える弾薬を服用していても、奴の凶悪な気迫の前に、あの大戦を生き延びたのはたったの数人だ。赤塚、それならなぜその悪獣を捕らえた後、食戦衆使命では滞在を犯した北条の忌み者たちを殺しきれない。宦官たちが攻勢の効果に放り込んで焼き尽くしているのです。いわゆる不死とは名ばかりのものに過ぎません。この世に不死不滅のものなど存在するはずがないでしょう。なぜラフはそのような癌を今まで抑え込む道を選び、今回のように手のつけようのない事態を引き起こしたのか。ああ、なるほど。
ラフ人は慈悲深くて寛容ですからね。きっと探偵士に寄生する害虫ですら駆除するのは忍びないと思ったのでしょう。レーサー殿は私に不満があるようだな。薬王秘伝が復活したことについては私に責任がある。ぜひお願いします。私は一介の医師、過去のことはよく知りませんので。では歩きながら払う。録音上想定への戦闘準備完了。ショート、コラボスタート。酔いしれなさい。気をつけ、ペースを合わせるぞ。アドリブで3インポ。ホタルは全てが燃え尽きるまで燃やり尽く。生きるために。鳴り響く。この死んだ運気軍からも薬の気配がするか。いえ、これはホリジンです。元の姿に戻るの。奴らは全員感服を着ている。運気軍の他に天白氏と構造氏の人員に扮したホリジンもいたと聞くが、このような偽の身分を用意できるのはおそらく高位の権力者だろう。他の場所も。想定への兄の船がホリジンに襲撃されたと元凶から聞いたが、これを運んでいたのか。はい、構造士と探偵士が調べた結果、このロボットには特殊加工されたホリジンの生体組織が使われていることが分かりました。同盟との関係性を考慮してか、今まで同行した行いはありませんでしたが、博識学会は医療や戦争に使える成果を得るため長年。なるほど。学会の学士たちにとってホリジンは実験動物と変わらないのかもしれないな。いえ、単にカンパニーや学会に復讐したいだけなら船を壊して貨物。これは意図的に行われた茶番。監獄破りの兵器として優秀国に送り込まれるよう、あえてかも。この人の盲点をうまくつくようなやり方はホリジンのいつもの手口とは大きく異なっている。二人とも気をつけろ。まだ生きている。透明者に過ぎてきて。
ペースを合わせるぞ、ドリームカムトゥルー。いっしょ、コラボスタート。ふっ、命のいずれ風に吹き落とされる。楽しいですか。まだ動けるとは。完全には壊れていないんです。では二度と動けないようにしよう。ファイルできるために。軽減将軍、まだ私の質問に答えていませんよね。なぜ元帥が風霊を妖精に収容しなかった理由はこの機械にある。それはこの機械を作った学会のように風霊の秘密を解き明かして利用しようとしている者がいるということで。なるほど。妖精の子族とホリジンの血筋は特に近く、中にはホリジンのように月狂いの症状に陥ってしまう者もいると聞きます。そして元帥はそのような研究はホリジンと同じ。レーサ殿の推測は正しい。ホリジンにとって月狂いは力を与えてくれる賜物だ。だが子族にとってそれは血に潜んだ避けられない狂気にすぎない。なぜホリジンは月狂いを制御できるのか、子族はこの呪いを打ち破れるのか。もちろん質問をした最初の意図はどれも善意から来るものだ。しかしこの世における災難へとつながる道は往々にして善意によって敷かれている。妖精の子族にとって風霊はホリジンの戦士というだけでなく怪物であり研究の対象でもある。だから元帥は風霊をラフに収容したのですか。なぜならラフもかつて善行と謳われた指針のために後世への戒めとなる悲劇が起こったことがあるから。陰月の乱。元帥は風霊の管理をラフに一任することで妖精の子族の悪念を一時的に鎮め、これは均衡を保つためであり必要な措置だ。戦州同盟は戦州人だけのものではない。子族、寺廟族。勉強になりました。では当時のあなたも均衡を保つために私の師匠を使命に追いやり薬王秘典が復活するのを眺めていた。レーサ殿は先ほど探偵士に寄生する害虫を駆除するのは避け、逆にラフを救おうとした医者を主命に送ったと言ったが、彼女は君に伝えたか。自分が独りよがりな善意にかきたてられ面会の機を狙い脱輪直後の炭鉱に前世を思い出させる術を施したこと。何でって。リュウソンが前世の記憶と人格を取り戻せば剣木を見守るという寺廟族の役目を続けられるだけでなく潜伏している勢力に対する抑止力にも。だが先ほども触れたように他者への善行の多くは災いの始まりにしかならない。あの事件の後、録音の合議によって探偵士は指定の職を設けないことに決めたんだ。それが本当だとしたら師匠を追放したことに対して。いや違うな。将軍が。私が望んでいるのは両親に恥じないことだ。しかし長命主である以上その長い人生を恥じることなく生きることは難しい。そして今探偵士は複雑な状況にある。この区域を君が担ってくれるのなら。さ
すがは新作将軍、攻める隙がありませんね。先に言っておきますが、同盟が私を派遣したのは公務を適切に処理するため。どちらか、レーサ殿が誰につくかは重要ではない。私たちが乞うご期待。鳴り響く六王城主蒼天へ登る。その根拠は、魔音の実の装備が整いすぎているからです。とっさに戦闘に加わったものとは思えません。モゼという妖精の施設が言っていた。監獄を襲撃した勢力は2つあり、掘り姿を消せる。ああ、俺も戦ったことがある。奴らは雲銀の術で自分の身を隠せる。よく観察しなければその行動の痕跡に気づくことはできない。炭鉱さん、前に探偵師に干渉する寿命の長老について慎重に対応するよう忠告してくれましたよね。まさか。レーサ殿、何か分かったのか。はい。第一に、堀の襲撃者が優秀国を脱出した際の経路を見る限り、事前に彼らに地形を教えた者がいます。第2に、変装した堀人は薬を飲まなければ古族の姿を維持できない。第3に、潜伏中の堀人に偽の身分を与えられるのは高位の権力者以外はありえない。雲銀の術を使う刺客たちの存在は粒子に対する嫌疑をさらに深めました。しかし彼らは寿命族でありなぜ堀人と結託して風蓮を逃がそうとしたのでしょうか。おそらく混乱のためだ。混乱を引き起こすことでしか、彼誇り高き竜の一族として陰月の乱の収束後、衰退の一途をたどる状況を打破できないままでいるのはさぞ。炭鉱殿の言うことにも一理あるが、私としては寿命の粒子が黒幕とは言えないと。念をしておきますが、さっき私が言ったことは推論に過ぎません。人を裁くには確固たる証拠が必要になります。寿命。それでレーサ殿はどうするつもりかな。そうですね、とりあえず粒子たちに招待状を送ろうかと。招待状。私がラフに来てから粒子は幾度となく面会を申し込んできています。その状況を利用して、この魔音の実の亡骸と囚人の逃走経路を粒子の府邸に送り、そこで彼らの言い分を聞いてみましょう。いい案だ。私が顔を出してもヤブヘビになるだけだろうから、この件はレーサ殿に一任しよう。うまくいかなくても心配する必要はない。狼狩りが終われば全て。狼狩りといえば、さらわれた妖精の施設のことが気になりますね。風霊は優秀国の中で飢えていた。低級の御加護は彼を守ってくれますように。先ほども言いましたが、僕は医師です。ただ僕が得意とする医術は薬膳と組み合わせなければ効果を発揮しません。
薬効のあるものを調理して患者に食べさせるのが食事療法の極意。どのような薬？ビーミー、それは一つの味を。ただその表現も間違いではありませんが、一つ聞いてもいいでしょうか。ガキの口いっぱいに甘唐辛子を詰めお兄さんは本当に面白いですね。そういえば聞いたことがあります。オリジンはここに甘唐辛子があった。ただの冗談じゃありませんか。そう怒らないでください。肝心の答えですが、甘唐辛子を細かく刻み、ひき肉と混ぜて肉団子にしてしまえば、はあ、この火鍋で貴様の舌を煮てしまえたらいいんだが、渓流がラフに帰ってきたと言ったな。それは確かなようだが、私は他の情報も手に入れた。奴が重罪を犯して別の選手に応送されたという、くだらない小細工で風霊様の復讐心をし、覚えておけ、オリジンは選手を知らない蛮族ではない。貴様が抱いた希望が大きければ大きいほど、死が訪れた時の苦痛は強烈になる。私が貴様の喉を引きちぎる時、さっきのように落ち着いた顔でいられるかどうか見物だな。その落ち着きは薬の効果で得たものに過ぎない。風霊様、哀れな孤族だ。数千年もの間貴様らに文明を与え、生かしてやっていたのは我らだというのに。だが問題はない。主人の匂いさえ嗅げば貴様ら、逃げる。今逃げているのは僕ではありません。オリジンが闊歩する時代は終わりました。家に帰る希望を与える前に、彼らはこの悲しい事実をあなたに伝え、今のホリジンは妖精の天劇将軍、一人の孤族によってバラバラにされてしまい、銀河の片隅に隠れて震えている。だから餓死寸前の獣のように手を伸ばして藁を掴もうとした。つまり妖精の将軍が孤族だと。面白い。モード、今の話は本当か？嘘ではありませんが、あれは両軍から逃げ出した先祖、ただの玉よけ泥棒です。奴は我々の力を、そいつは貴様らに勝ったのだろう。モード、不公平という言葉は死者と敗者の言い訳だ。我々が絶望の淵にいた時、長生の主の預言者マングス、彼女は言いました。風霊様が帰還しなければ長い間バラバラになっているホリジンを再びまとめることも、かつての輝きを取り戻す、さらには妖精の将軍が演武天霊に際して風霊様を応送すること、それが。あなたたちは騙されている。その預言者はホリジンたちにここで死んでほしい。だが彼女の予言は的中した。選手は今ここにいる。優秀国の話が広まれば、運気軍が全ての港を封鎖するでしょう。監獄から抜け出せたと思っているようですが、あなたたちは今もラフという巨大な檻に閉じ込められたままだ。風霊様、殺しましょう。この口の減らない家畜を今すぐ殺しましょう。あなた様に誓います、もうすぐ迎えの星座がやってくると。あの馬鹿げた天霊にラフが注目している今こそ脱出する絶好の機会。あなた様が領地に戻れば、先週への復讐が叶う日も近づくに違いありません。勢いをなくした惰弱な両軍に戻り、ふざけた預言者に操られ、
手のひらの上で踊るだけの旗印になれというのか。その預言者の計画は穴だらけだ。そいつが貴様らに用意した道は逃亡と死亡しかない。いいか、狼は決して獲物にはならない。これからは俺の命令に従え。昇級、雲気軍が港を封鎖すると言ったな。ならば雲気軍が貴様の予想通りに動いているかどうか。何ですって、風霊様。モード、狼の群れのし、まさかそのようなことは。私は、これは千載一遇の機会だろう。貴様は戻ってくる。なぜなら孤独はいつも、本当に僕を自由にさせるとは。こっそり外に警告を出してみましょうか。やはり奴は僕を試しているようですね。雲気軍も優秀国の異変には気づいているはず。秘書は自ら風霊を捕らえに来るでしょうか。とにかく今はあいつの言う通りにするとしも。申し訳ありません。執行人たちは演武天霊の支援に行っていると。そうですか。今は人手が足りていませんが、何かお手伝い。ずっとこちらを見ていたようです。そうですか。何かありましたらいつ。話しかけるな。今休憩中なんだ。他を当たってくれ。めんどくさいな。俺たちの仲間じゃないみたいだが、お前からよく知ってる匂いがする。選手に様子を見てくるよう言われましてね。なあ、してないな。情報官に向かう精査のために天白氏が航路を開けてはいるが、これじゃ
封鎖されていない。これは一体。時間稼ぎをしても意味はない。一旦風霊のところに戻るとしましょう。奴が何を企んでいるのか見極めなければ。センサに乗られますか？そうですね。このセンサは小さいので、どこへ行くにしても急ぐに越したことはありません。運気軍がなんで港を封鎖するんですか？たか、昇級。ずっと見張られていることには気づいていました。僕が誰かに助けを求めたら、その相手を殺害する。そういう算段だったのですね、風霊。よくわかっているじゃないか。それで、運気軍は港を封鎖していたか？奴らは俺の脱獄を公にはしたくないようだ。驚くことでもない。元より恐怖とは、爪や牙よりも致命的なものだからな。今ここにいるのは、逃げ惑う囚人ではなく、羊の群れに入った狼だ。昇級、平静を装っても無駄だ。俺の手にかかれば、小細工で現状を打破できると考えるのは貴様の勝手だ。だが、ここが町…さて、貴様が仕えている古族の将軍について話そう。狩りを始める前に、相手のことを知っておきたい。もちろん。彼女について。貴様、俺、僕が口を割るまで拷問しても構いません。ただ実はある問題がずっと気になっていたんです。なぜあなたは700年もの間罰を受け続けているのに、こうして。それが妖精が俺を連れ去ろうとした理由か？俺を人質に従う奴もいれば、秘密を知りたがっている奴もいるとはな。今でも覚えている。収容されたばかりの頃、古族が何度もやってきたことを。奴らは俺から血や…だが哀れなことに、ある者は旧敵を滅ぼすために力を求め、また、おお、分かったぞ、妖精の意志。貴様は最も哀れな者だ。ならば答えをくれてや。古い伝説によると、ホリジンの始祖ドゥーランは、限りある命と力に不満を抱いていたといい、己の願いを叶えるため、彼は無数のホリジンと古族を生贄に、その生命力を長生の主より授かった。ドゥーランは月の産床に登り、求めていたものを手に入れた。
それは赤。野蛮で狂っていると笑っても構わない。その心の突きは代々堀の選手の体の中で拍動している。なぜなら堀喰らうことこそ命の継承と成長の真理。700年も閉じ込められもう希望はないと思っていたが、今この心臓は再び拍動を始めた。さあ次は貴様の番だ。天撃将軍について教えろ。見つけた、昇級。指示を疑ってるわけじゃないんですけど、もう堀人の情報を手に入れたって本…ええ、私の部下がずっと手がかりを探してたの。モゼ、昇級との連絡が完全に途絶える前に彼が持つ玉鳥の進行を補足しました。それなら今すぐ合流して一緒に堀人を叩くべきじゃないんですか。ケーゲン将軍から剣術は教わっても遵守の方法は教わらなかったようね。堀には森の中では狩人と獲物の立場が常に変化するっていう古いことわざがあるの。今の将軍からかってるんですか。ラフ運気軍の数と比べたら700年間拘束されてた狼たちなんて二人とも敵を甘く見てはダメよ。風霊は決してあなたたちが簡単に倒せるような相手じゃない。あの怪物にとって人数なんて何の役にも立たないの。700年も人を食らわずにいた獣が演武天霊の開催直前にラフの街中に忍び込んだ。これが今奴にとって一般人の命は好きな時に食べられる肉に過ぎないってことですか。そう、だからこっちも手を打たないといけないの。さもないと意思必決っていう戦術は知ってる。敵を包囲するときに必ず手薄な場所を作っておくの。そして優秀な狩人が周到に準備を整え、想像してみて、私たちは優秀国から脱出したばかりの囚人。変装して人混みに紛れ込んだはいいけど、ラフから逃げるための精査。開成校で見つけた堀人はその準備をして、獲物が逃げる方向さえ予測できれば。さあ、あなたが堀人を見つけた場所から始めましょう。